こんにちは。ちょっとメカメカしい話っていうか、細かいコアな話で、初心者様ではなくて、特にキャノンデールのスーパーシックスエボと、キャド12の BB にちょっと気を使ってやりたいところがあります。ちょっとこっち来てください。はい、実はこのリアディレイラーのワイヤーがこういう収まりになってて、今ちょっとテンションかけるとこういう風になるんですね。このように BB の中を通らなきゃなんないで、今つけようとしているのは30ミリのシャフトのやつなんですが、やっぱりこの筒はかかっちゃうんですよね。なんで、ここは本来はノーマルで言うとワイヤーが直に通るんだけど、私はこうライナーを入れてあげました。ライナーずっと通して、はい、ちょっとこっち来て、はい、ライナーはこっから始まって、このままだと泥水が入っちゃうんで、まあ、こういうね、防水キャップをつけてやるとより親切かなと思います。で、これがここまで伸びていると、伸びてるじゃないですか。こうやって伸びてると後からワイヤー交換が楽なのね。こっからほらワイヤー突っ込みはここに出てくるから。でもこれどうすんだよっていうのを、そこでノコンを使います。まあ要はここに、簡単に言えばノコンをこうやって入れてやれば、ここからこういうノコンでつなげば、最後のところまでライナーは通せるということで、まあちょっとした小技ですけどね、そういう細かいところの工夫をいくつも重ねていくと、壊れにくい、安心できるバイクに仕上がるんじゃないのかなって思いますね。まあそういうことがいっぱい蓄積されて、いっぱいいろんな細かい、一個一個は大したことがないんだけど、細かいノウハウがいくつもそのロードバイクを作るとき重なっていくでしょ。そうするとそれはいいロードバイクになるんですね。だからその蓄積のノウハウの良さを味わうためには、やはり自転車屋さんで組んでもらうのが大前提になるんじゃないかなと思う。はい、そんな感じで出来上がりました。先ほどの動画と今くっついて一本になってると思うんですけど、このようにこっからこのアウト、なんだっけ、ライナー管、ライナー管がずっと来て、 BB シャフトの BB の中のシャフトの上を通ってずっと来て、実はここにずっとつながってるライナー管がここでこんにちはしてんですね。ここがよりちょびっとライナー管を出すっていうのが、とっても私的にはやりたいことです。ここで止まりたくないんですね、ライナー管がね。まあそんな感じできちっと組み終わりまして、なおかつ今回はこの Q リング533級の Q リングにビッグプーリーという組み合わせ。そしたらね、ちょっとチェーンが足んなくなっちゃって、お客様と相談して、まあリンク使って2コマ伸ばしました。まあ本当はこういうやり方は良くないのかもしれないけど、5000円近いチェーンを、まだ新しいチェーンをね、捨てるには忍びないので、まあこのコネクトプレートだったら問題ないと私は考えてます。はい、そんなわけでビッグプーリーね、 CDJ ビッグプーリーのプーリーすごくいいわけですよ。よく言われるのがアウターローで抵抗が少ないということがあるので、チェーンの長さは、はい、アウターローでちょっと長め、わざと長めにしてギリギリのところで押さえてます。これだとこの非常にアウターローでね、スムーズに回るんですね。
通常だとアウターローにすると結構あのなんか抵抗増えちゃうんだけど、ビッグプーリーにするといい感じですね。うん、あ、そうだ、9リングにして、9リング楕円リングにしてビッグプーリーつけた時にアウターローでよくこうインナーに落ちちゃうよって話聞くんですけど、何もシフトしてないのにチェーンがインナーに落ちちゃうよっていう場合は、エンド金具をちょっとこじってやる、曲げてやる。エンド金具の調整を少しこう上から取ろうか、上から正規よりも少しこうやってこじってやる、煽ってやると、アウターからインナーに落ちる問題が改善されることがあります。数値的にはこっちよりこっちが9ミリぐらい、8ミリから9ミリぐらい多い数字にしてやるとうまいこと いきますね、うん。それと、先ほどの長めのチェーンの長さでやると、もう若干ちょっとあれ、いまいち長いかなと思うんだけど、これはまああの実装されてオーナー様が実際に走ってみて、あまりにもパチパチ暴れるんだったら、あと一コマ短くしてもいいかなと思うんですが、まあ短くするのはね、いつでもできるので、今のところはこの長さで、収めようと思い、収めます。はい、そんな感じかな。はい、うまいことキューリングでも計測しております。はい、そんなわけで素敵なスペシャルチューニングを施し、このスーパーシックスエボも新しいサイクリングの日々に向かっていくことになりました。はい、そんなわけで、今日の情報は中級ぐらいの方ですかね、初級というより中級ぐらいの方にちょっとはためになるかなと思います。どうもありがとうございました。